2月18日、伊予市の伊予夢未来館ウェルピア伊予の2会場で、楽しみながら災害への備えを学べるイベント、学防災が開かれました。このイベントは伊予市では3回目の開催となり、県内の自治体や企業、団体などの防災に関するさまざまなブースが並びました。これ貴重結び言うんです。貴重、こっちも表は貴重ですが裏が十字。だいぶ違いますね。孫が小学校5年生になってます。どうぞ。次は5年生です。ここちょっと見てみてください。これね、お湯で炊けることなんですよ。そう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 。じゃあそれでもう。いよ夢未来館文化ホールでは、コンサート中に災害が発生したという想定で避難訓練コンサートを実施。強い揺れに警戒してください。現在建物の状況を調べています。頭を覆って姿勢を低くしてください。現在建物の状況を調べています。落ち着いてゆっくり乗ってください。ゆっくり前の方に詰めてください。ちょっと怖かったって感じですかね。大投げしてました。コンサートの途中で起こった場合にはみんなすごく驚くと思うんですよ。でもこういう訓練を重ねていったらみんな心が落ち着いて誘導してもらった通りにできたり、でも誘導員がいない時もありますよね。そんな時にこういう訓練がいいんじゃないかなって今日はつくづく思いました。参加者たちはイベントを楽しみながら南海トラフ地震への備えなど地域の防災について学べる良い機会となったようです。